枠なりの3対3です。進入コース、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2番、5番がわずかに覗いたスタートです。他の艇もあまり差がなく1枠の攻防へ。伸び返して逃げる1号艇の赤澤、刺す2号艇の藤崎、続いて4番、3番、5番と相次いでバック側、刺した2号艇の藤崎が一歩前に出ています。スタートは前提正常でした。一定心前に出たのは2号艇の藤崎です。2番手1号艇赤澤、その後ろは5番、4番並んで追走。2マークの旋回、トップで回る2号艇の藤崎、続いて1号艇赤澤の内側から5号艇の堀直内、ここで一気に前に出る5号艇堀直内、アウトから追いかける3番手が1号艇の赤澤、上位3艇2番、5番、1番、2番手3番手はまだそれほど差がありません。直線コースは1号艇の赤澤が伸ばしていきます。2周目1マーク、まずは2号艇藤崎、続いて5号艇堀之内を外を、1号艇の赤澤、これはちょっと膨らんでしまった。2番手は5号艇の堀之内清子、3番手に1号艇赤澤文香です。さらに後ろは4号艇田村、3号艇中川、6号艇鈴木と続いています。2周2マークの旋回、先頭は差しが決まった2号艇藤崎、2番手5号艇堀之内、1号艇赤澤が3番手、上位3艇は2番、5番、1番で、レースはこれより最終周回です。4番手からは4号艇田村、3号艇中川、6号艇鈴木と続いて、これから3周1幕。先頭は2号艇藤崎さゆり、続いて5号艇堀之内清子、1号艇赤澤文香が3番手。最後のバックストレッチ上位体系は2番、5番、1番です。この2、5、1の組み合わせ、3連単ノッズ 36.6 倍となっています。ラストターンマーク、先頭は昨日からの連勝に向かう2号艇藤崎、続いて5号艇堀之内、1号艇赤澤が3番手、双子1で間もなくゴールです。先頭2番五輪、5番五輪、1番五輪、4番五輪、3番五輪、6番五輪、以上前提五輪しました。